どうも、ゆっくりです。最近ね、ゆっくり界隈ではなんか騒動がありましたが、私は元気です。今回は、前回やらなかったバトロワに、行きます。あ、スピリットは地面に取ったから、シルバーなのは許してね。今回は私一人、二人でやっていきます。たく、仲間外れにするなよな。さあ始めていきましょう。まずはお仲間の戦績チェック。フルプリメイドバッジだと、お前には一生手に入らん代物だな。しょぼーん。気を取り直して、降りた先はハーベスター。だがその他一切のことはわかりません。とりあえず一通り武器集めた。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。結局鉄と鉢合わずアタッチメントだけが揃いました。そして道を散策していたら味方が敵を発見したようです。少し乗り遅れましたが後に続きましょう。その自慢のミニガンで肉ミンチにしてやれ。さあ行くぞ。お前の死に場所だ。アリー、後ろの方にいるみたい。後ろから味方が戦いやすいようにカバーしてやれ。まずはイノック。まあいいやつだったよ。それはイノックな。見事に照準ずれててきた。副将、どこにゲター、右か。いたわ。これピン刺して先陣突っ込んでいいよねと思ったらカッスルの盾あるやん。味方の誰かに弾ばらまいて兵庫集めてる間に詰めてもらおうぜ。うん。後ろ2回割り込まれたな。私も味方に鳴らしてついてくわ。突撃！完全乗り遅れてますがな。なんとかキルも見とったわ。バッチただけじゃねえか。後方クリア。なんか上にいますね。指導が場を見た。互いに外しまくる地獄。私レベルになると威嚇射撃だけで敵が逃げてくから。万年プラチナのやつが何言ってんだ。なんやかんやありまして、平地で踊ってた敵を落としんの。味方を蘇生しんの。移動しんの。キルパクしんの。虚空殴ってんぞ。とっすに言わせねえよ。すぐに調子乗るんだからよ。まったく。なんかうろうろしてたら味方がほとんどお掃除してくれました。なので私はゆっくりアイテムを漁っています。ゆっくりだけにね。そんなおもんないだけで久しぶりに聞いたわ。道になんかクレーバー落ちてた。味方に渡せ。さすがにひどくね。私にも使えることを見せてやるんだから。いや今のは威嚇射撃だからね。警戒されてる中ぶち抜くのが趣味だから。無慈悲にも顔を出さない。裏側に回ったな感じだな。あれ、あー敵が隠れたせいで当たらなかったわ。大当てに行くんだよ。まあ後ろついていきますよ。どうせ味方がやってくれるでしょ。配信者としての誇りはないのか。なんかパスの音が。なにこれ。当たった、当たったよマリサ。なんでそれは当たるんだよ。よし最後も決めてやるぜー。さあ出てこい。はぁー、どんまい。セリフと表情が合ってないですね。気を取り直してやっていきます。次は活躍できるといいな。敵がいなかったからこっちまで来たよ。とか話してたらリスポーンしっくってんじゃん。これは玉れそうだな。この感じだと先に手前から潰した方が良さそうだ。オッケー。あれ、勢いよく飛び出したのはいいけど離れてね。
ちょフレンドが四角で交戦し始めたんだけど、申し訳程度の PC を引く。もういないみたいだな。敵側にランパイル。おい、味方ダウンしたぞ。待って、無理無理。その顔腹立つ、やめろ。もう一体来たぞ。バカのヒーラーに突っ込む謎飛んで火にいるなんと、待って死ぬ。仮装されちゃう。あっぶねえ。その後散策してたら味方が敵を見つけてくれました。挨拶代わりに爆発する石ころを投げてみます。あ、間違えた。自分から道を塞いでいくのか。いや、味方がもう一個奥に投げてくれたから発砲塞がりになったみたいだな。お前何に発外してんねん。いやほら味方にもさ、キル分けてあげないといけないじゃん。マリサと違って私優しいからね。うん、そうだな、私は優しくないからな。お前でボセックのエイム練習するわ。いや、ほんとすんませんした。銃声聞こえるんだけど、茶番してる場合じゃないよマリサ。始めたのお前だろ。うーん、惜しい。ごめん。アムロ、行きまーす、行きまーす。味方打ち上がったぞこいつ。ちょうど射線上でかぶさってしまったみたいだね。おかわりしたみたいだから挽回してみせるよ。そこに隠れても一バレてんぞ。後ろ？まずい、挟まれた。ここは一旦体勢を立て直し。オスです。絶対許さん。まずは回復。あっぶねえ。ああ。大御衆将様。お前に言えたね。頼むやってくれ。お。ありがてえ。なんとか体勢立て戻せたよ。こいつ、さっきはよくもこの、わざわざ殴りに行くとかやべえな。おかげで死にそうだよ。なんか回復してたら外で打ち合いし始めてたよ。ボセックにエルスターで対抗は無理だろ。弱体化されても案外当たるんだこれが。ほらね。死にかけてたのは予想外だったけど。どうやら敵の味方は見切りをつけて逃走してたみたいです。逃走兵には印象を渡してあげないとね。ただの虐殺だろ。あの後なんやかんやでぐるっと一周してきたよ。上から来るぞ、気をつけろ。ガンフリやな。なんかダウンさせたわ。ごめん。すごいガバを見た。よ、それはやばいって。普通に無防備だったな今。壁立てて、ミニガンで瞬殺。おい、壁立てられてないぞ。ほんとだ、やばば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 。あっぶねえ。死ぬかと思った。味方、かっこフレンド援護ありがとう。これ良き負けるかね。頼む、来ないでくれ。Yes! なんとか耐えたね。さあ反撃と行こうじゃないか。とりあえず壁側にアーク投げときゃ右からは来ないでしょ。よいしょ。来ないとは言ったけど一発も当たらないとは思わなかった。そして殺意マシマシのパンチ。復活されたら嫌だからね。さあ試合も終盤。どうやら味方が敵を見つけたみたいです。アーマー終わったみたいで出番がなさそうだ。最後くらい決めたいよね。これ降りたらさすがに蜂の巣だよね。ミニガンならいけんじゃね。その言葉信じていくわ。アーマー割れたね。取り締まりされたか。18なんか申し訳ない。とはいえ最初に2段で削ったしまあいいんじゃないか。
序突猛進の霊夢にしてはうまく立ち回れた試合だったし、キリが良さそうだし、ここいらで締めるか。そうだね。ご視聴ありがとうございました。